これはまあ同じく仙台市交通局のエアポートリムジンバスなんですね。まあエアポートリムジンですから、これは仙台と空港を行き来している、バスでございます。まあなかなかこれはね、いいなということで、仙台の空港と、まあ、仙台を行き来しているということで、そのエアポートリムジンなんですね。まあ他のやつだとね、まあ路線あの何貸し切りバスとかね、あの空港バスとかって呼ばれてますけど、これはエアポートリムジンっていうね、もので、なかなかいいなというふうに思いますね。でこれもこれでこう楽しみましてね、なかなかのその旅気分というのをまあ味わえる、そういうものになっております。なかなかいいですね、こういうのもね。あの一度旅行していただけるとね、もう旅行ってのはやっぱり思い出に残らないから旅行じゃないんで、やっぱり旅行ってのは思い出に残った方がいいですからね。まああの一人で旅する方もいますけどね、私は一人で旅するってのはなんか寂しいなっていうのがありますから、まあどっちかというと人とワイワイやって旅したいですね。一人で旅行するってのはなんともまあ悲しいものがありますからね。ですからまああの誰かとね、喋りながら、まあ大勢でなくともね、2、3人でなんか喋りながら行きたいなっていう感じですよね。で、まあそういうわけでこういうエアポートリムジンっていうのもなかなかいい。で、しかもこういうね、あの場所によってこういう柄が違うから、それがかえって思い出に残ってね、いいんですよね。ああ、そういやね、遠くに旅行に行った時にね、ああ、こういうの乗ったなとかね、そういうのがかえって思い出に残っていいんですね。で、これも特徴的なその柄の色合いがあってね、またこれはいいなと思うね、もうバスでございまして、もうこういうものに出会いますと、もうまた利用してみようかななんてね、ぶらりと、ぶらり一人旅じゃなくて、ぶらりなんとか旅じゃなくてね、まあ旅に出てってしまいましたね。でそのまま帰ってきませんでした。その時はね、もうあの世に行ってるからだと思うんですね。まだあの世は旅しねえよ、みたいな。私はまだあの世には旅しねえよ、みたいな。まあ、まだね、こう、ちょっとまだね、旅行ってのもね、まあ一人で旅行するのは嫌ですけど、まあ他の人と旅行とかしてみたいな、っていうのもありますから。まあなかなかそういう点でいいなと思います。ただ旅行に行くと、まあどっちみち疲れることは疲れるんだけどね。でも疲れるけど、結局いい疲れとほら、嫌な疲れとあるじゃん。で嫌な疲れよりは良い疲れの方がいいですから、まあそういうのがなかなかいいなと思いますね。でもまあ一人で温泉行ってもね、一人で温泉入ってもつまんねえし、一人でホテルとか旅館泊まってもなみたいな。だから、まあ、みんなとバイバイガイガイやりながら好き勝手なこと言うけどさ、人間ってね。でもそういうのを言いながらさ、あの旅行したいね。ただ喧嘩しに行ったらつまらんからね、うん、時々で喧嘩して帰ってくるって人いるみたいだけど、あれつまんないよね。なんか喧嘩して帰ってくるとつまんないからさ。だから旅行に行って、で、あれだよね。帰ってくるとね。だからまあ家族と旅行に行くとか、恋人で旅行に行くとか、まあいろいろ思い出がありますね。思い出があっていいんじゃないかと思います。私もね、ちょっと彼女と旅行に行きたいな。恥ずかしいこと言ってしまいましたけどね。まあそういうね、人が今ね、ぜひ何々ちゃんと一緒に旅行に行きたいよなみたいなね、思いますけどね。まあなかなか、まあそういうのがあってね、いいなって思いますね。どうもありがとうございました。